はい、どうも。てなわけで今日はこのカジノプレ…カジノ…すいません、カジノプロジェクトのカジノ坊主嵐ってやつが今日イベントで開催されるんですよ。なんかその動画を今日撮っていきたいと思います。多分前半の部、後半の部と動画は分かれるので、まあ、最後まで見てくれると嬉しいですね。まあでも俺あんま上手くないからね。ほぼほぼカスだからな。どうしよう。でももうあと20秒ちょいなんだ。この前金返しといきますか。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、スタート。やるぞ俺は。さあ来ましたね。はいはい、ありがとうございます。久しぶりっすね。はい、わかりました。おー、すごいすごいすごい。うわ、すごいすごいすごい。はいはい、はい、どうもありがとうございます。で、アイテムっすね、アイテムで、2倍チケットっすね。はい、わかります。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと最初、ブラックジャックやりましょうね。もう、ほぼほぼ全掛けしかしません。はい、全掛け。まあ、当たり前でしょ。全掛けしてるし。さあ、いきなり9を叩きます。19。17、これは弱い。弱いですね。負ける可能性が高いです。なんだ。でもこれはもう勝負せざるを得ないです。あんま戦い方分かんない。しかもこれカジノオーダーってやるの3ヶ月ぶりだし。まあバストを狙うしかない。あ、やばい。これはひどい。金がいいのか、金でなんと、金で買います。1回だけ最初から10連勝叩き出したことあるんだけど、私なんかさ、右の方の人はずっとね、ほら、でこの人は多分21になる人でしょ。間違った、よかった。一番はい、残念でした。まあまあ、相手ところにバストスーツを使う。6からの16からの、あ、14からの24。はぁ、これひどいっすね、ちょっと。いきなりの2連敗をしちゃうっていう。じゃんじゃん順位下がってってますね。ほんとカスすいません。いや、これはひどすぎでしょ。はい、一番最悪のパターン。ちょ、これもったいないんで、もう次スロットいきます。この5ちょうだいよ。俺5だったら21だったのに。うん、これは引くよ。あ、なんか助かりました。これはいいぞ。勝ったんじゃない、これは。はい、じゃんちゃっちゃと引いちゃって。はい、残念。お、早っ、抜けるの。よし、勝った。おお、ラッキーラッキー。ってなわけでまた全掛けしていきましょう。おお、どんどん順位下がっていってる。これは大変やな。
でもルーレットもブラックジャックもスロットも全部やりたいし、と裏切るかのように5が来る。はい、最悪パターン。あのね、まあこれ個人的なんだけど、ブラックジャックで一番嫌いな数字って15なんだよね。なんかやりやがったこいつ。16だったらなんか諦めがつくんですよ。だけどで14はなんか引く気が出るんですよ。だけど15はなんか最悪です。ああこれ6からの16からの26っしょ。はっはっはっ、さよなら。一回抜けて、はいはい、もういいよ、もう破産してもまだ2億2600あるから、はい、わかりました、ありがとうございました。はい、次スロット、スロットで40万ぐらい稼いで一気に。スロット作戦に出ます。よかった。おっと、今バナナ揃ってくれたか。これスロットでめっちゃ当てて、ルーレットである書き方して増やしていきましょうか。あと5分の間に7揃ってほしいんだけどな。はいはい、じゃんじゃん交換していくよ。もう戦い方が分かんない人だから。とりあえず7が揃うまで。だがね、7が揃わないんですよこれ、なかなか。でもリーチがかかればもうほとんど当たるんで、そういう風になってるんですよ。さーてと、金はどんだけなくなってもいいんだよ、どうせなくならないし。だけどこの戦い方が下手な人が どこまでいけるかっていうの。お、来た。こうなっていくんですよ。一気に40万がっぽりっす。で、ラスト3ゲームにジャックポット来る可能性があるんですよ。そしたら今で言うと4367万を総取りできるんですよ。それはやばいっすよね。何この変なフルーツみたいなやつはやめてほしいんだけどな。この石、石みたいなやつと、ああ、こら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 、バナナが一番、バナナとチップがいいんだよね、でも。あのね、裏切らないでくれよ。お願い、今通知来ないで。通知来ないで。通知来るといろいろ狂うから。はい。OK、バナナ。バナナはいいけど。お、いいよ。えい。来い。ジャック、パー、パー、あく。おい、ですよね。まあバナナは許します。はい、抜けます。はい、じゃんじゃん増やしていくよ。次ルーレットいきます。はい、もういいから、いいから、わかりました、ありがとうございます。チケットありがたいです。はい、ルーレット、さあルーレットかけていこうか。今な、生もったこれは赤、赤か、赤に全掛けするか。いや、こんなリスクが高いことはしない。なんじゃなんちゃらかんちゃらかんちゃら。これはこうしましょう。1から12、13から24のところにかけました。見た感じ25から36のところに2連続来てるんで、まあ早々確率は来ないと判断しました。これ来たらもうあれなんですけど。あ、当たった、よし。
オッケーですね。てか赤すごいな。さあ破産軍団がいる中、90万を一気に獲得していく。さあそこからどう戦いましょうね。まあたまには散りましょうか。適当に、適当が幸運を呼ぶって言うじゃないですか。言うのかな。さあ敵とかけて50万を一気にかける。さあどこが当たる。できれば真ん中の数字に当たりたいところ。とりあえず当たりは確定。おっと、できれば22が良かった。これ9ってアウトじゃない。もう、あ、もうアウトっすねこれ。さあ30万ぐらい減りますね一気に。あ、そうでもなかった。そうあんま減らんかったな。でここで今これで3の倍数の数字が2回連続できたのでこうします。3の倍数と、まあヤシ、まあルーレット分かる人で言うと0の数字以外、これがこれはまあ勝ちですね。さあ確率2分の1だ。当たった。いやーヒヤヒヤしますね。やっぱ今のほぼ確率2分の1なんで。さあこうやってどんどん増やして、よし120枚になりましたね。ここから大事にいきます。ここでどうしような。49、もう一回大事にいきますわ。まあそこは全言撤回させてくださいねってことで、なんかよう噛むなきゃ。大事にはいきませんね。こうやって1点掛けはもうこの人たちはもう勝負に出てますね。あーまずい。おー危ねえ。危ねえ。見てくださいよこの穴、この黒いところ。そっから勝ちました。はい、ってことで180万ですね。出だしこう、あ、180万、ごめんなさい、150万でした。ちょっとかけるとこ間違えましたね、と。となってくると、うん、どうしような。適当にかけましょう。ここら辺にかけときましょう。あ、ヤシ。当たったら幸いって感じですね。おお当たった。さあ果たして7はどこにかかってる。お、いいとこかかってるじゃないですか。18倍で帰ってきて900万、あ、900万じゃない、90万。とそこでここで200万チップ。200万チップか。さあどうしていこうかな、そのこの200万チップを。難しい。よし、こうしましょう。また。まあまあ、破産オッズなんで、これ。よくもやりやがった。ここだ。嘘でしょ。もうなんでヤシなんか食うんだよ。クソ。来い。うわ惜しい。嘘でしょ。隣。はい、だったらなんだ、バーン。はい、一回抜けます。ポイントは順調に増えてますね。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうもすいません。ありがとうございます。はい、もうありがとうございます。もうありがたいっす。どんだけ適当やんと。またスロットいきます。まあ、作戦的に言えばスロットで一気に増やします。で、そっから、ルーレットもしくはブラックジャックでどんどん稼いで当てるっていう方式なんですけど、多分この考えが多分ダメなんでしょうね。実際まだ1000万ポイントっていうか1000万ポイントっていいのかな、自分の中では まだまだですね。これ回しても実はポイント入るんですよ、なぜか知らんけど。ボーナス的なもんなのかな。まあくれるだけはありがたいですね。まあこれもありがたいと思いましょう。まああとは7来るだけなんで、ジャックポット来てもいいんですけどね。はいはい、じゃんじゃん買ってくよ。さあ作戦通り行けばいいんですけど、まだ始まったばっかなんでね、まだ15分しか経ってないんで、ひたすら当てていきましょう。あんなルーレットとかで5万チップどんどんかけてってもあれ時間の無駄なんで、スロットの方が早いですね、当たるの。結果的に、結果的にってまあ確率的に、さーてと、でもね、これ15分ぐらい上がらない時あるんですよ。それは怖いっすね、やっぱ。さーて、どんどん金がポーイって飛んでくる。これこそノーポイだわ。あ、ノーポイにしたい、本当に。ノーポイ。難民なら知ってるはずだ。金をポイポイ捨ててるみたいだからね、これはもう。さあ、さあどうする。リプレイ。おっと、誰だ、ジャックポット当てたやつ。今ヒュンってなくなってたから、ね、いいな、ジャックポット数千万ゲットだよ、一気に。早く7当たってくれ。はいはい、じゃんじゃん買ってくよ。さあ、チップがどんどん吹っ飛んでくよ。昔はね、この5万チップっていうのはでかかったんだよね、ほんと。5万金払うのっていうのでかかったんですよね。まあ1年以上前の話ですけど。なんか慎重にやってたことを思い出しますね。一生懸命、あれ、ずっとリゾートで入り込んで、ずっとチップ、あれ、金稼いどったっていうの。それも今ではいい思い出ですね、ほんとに。ましてあの時ダイヤまで使ってましたからね、なんてもったいないこと。まあでもやっていくうちにね、これどんどん金が溜まってって、まあまだまだかすいですけど、まあ2億チップっていうのを、あ、2億金っていうのをまだかすい方なんでね。そろそろ7当たってほしいところだが、頼みますよ、早く当たってください。とりあえずリーチかかれば
リーチもかからんか。厳しいよ。さあ、ポイントがどんどん吹っ飛んでいくよ。早く7当てて、7当ててから今度はブラックジャックいきましょう。ここ10連ぐらいしてくれるとありがたいんですけどねって話なんだけど、さあ当てと、どん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 金が吹っ飛んでくよ。本当にポイってポイってね、本当しないよね、しない、本当しないでくれ。どんどんポリポリしてるよ。こらこら。おいおいおい。そろそろ飽きるぞ、スロットも。さーてと、早く当ててくれ。退屈っすね、本当に。あ、スロットのとこはもう適度飛ばしてください。で、な、7揃ったと思ったとこでまた止めてくれればいいんで。多分まだあと5分ぐらい続くぐらいかな。くっそ、当たんねえな。多分今もう1000円ぐらいですね。でもここのプレイヤー結構 いそうで、あ、どうだろう。結構このカジノプロジェクトっていうのはね、結構ね、アプリでやられてるんですよ。カジノ好きっていうかメダル好きとかそういう感じの人が来るとこなんですけど。俺はメダル系でこういうの来たんですけど。結構増えたんですよ。もう数百万人ぐらいがやってるんでね、このアプリ。とか言ってる間に早く当たってほしいんですけどね。ねえ、今盤面に7が4つもあったけどな。大文字出して石が揃った。珍しい、珍しいこともあるんだね。さーてと、そうそう当たるはずだ。予感がするんだ、当たる予感がするんだ。予感だけって、あれあれ。おっと、チップが当たったよ。だから誰やねん、ジャックポット当てたやつ。一生過ごせるやん、ジャックポット当てて。100万チップずつかけても。どんどん増えてくやん。最高やん。ひたすら7が当たるまでスロットやってから、そのままブラックジャック行って、で、じゃんじゃん増やして、最後はルーレットでバーって適当にかけて、あれまず前半の部だから残しとかんとね。後半は多分みんな使い方が荒くなると思いますね。おっと、バナナ揃えてく。バナナ、そろそろ7来ていいでしょうと思うくらいだが、ここでもう一回なんかのフルーツが揃った。そして何、次7、そして77を必死に呼ぶ。7が来るのか、それとも来ない。いや、来ないことはありえない。来ないって言ったのはありませんってことで。おっと、盤面に3つ現れる。
これをずらしてほしいところだが、厳しいのかやっぱ7揃えるのって。スロットで張り込んで、かれこれもう10分ぐらい経つ。でもルーレットやってても一向に多分当たってないんで、ここでバナナを揃える。地味に増やす。ちょっと7早く当たって。やっぱ言った通り15分ぐらい当たんないのかな。もう予想って的中しちゃうんだよね。これが30分切ったら15分経ちます。スロット入って、あーっとこれ厳しいぞ。はい、当たって、盤面に3つ現れてんだ。7揃って、おっとまた3つ現れた。今度は0かよ。頼む7、7よ、頼む。俺レア景品チケット欲しいんすよ。地味に、まあ前半がダメでも後半あるんですかね。ここでなんとかする。後半は確かチップの交換が確か10万からになるんで、10万まで10万になるんでね、一気に確かね。あれそうだ、10万だっけ。ここでダブルは出てく。そろそろやばい感じがするけど、でも7が揃ってくれるはずなんだよ。ひどいね。でも揃ってくるもん、あれや、ジャックポット当てるやつずるいな。でも上手い人はもうめっちゃ当たってんだろうね。ちゃんと戦略とかあるんですよね。こっち戦略とかあんまないからね。ひたすらスロット回してるだけだからね、今のところ。と思ったら起死回生のバーナーだ。これは抜ける方がいいのか。でもこれって怖いっすね。スロット依存っていうの怖いですね。当たるっていうまでやりたくなるっていう。絶対パチンコとかスロット行かねえわ。これ当たるって思っててずっと当たんないパターンですよね。もう気持ちわかります、すごい。これで中毒者が出るんですね。絶対本物のパチンコスロットとか行かねえわ。メダルならまあ絶対増やせるんで大丈夫なんだけど、怖いね本当に。ここで抜けてく。おお、すごいすごい、マイナスのあれだ。誰や本当に。ジャックパって言ったら、はい、はい、ブラックジャック、はい、ブラックジャックいきまーす。さあ、順位がじゃんじゃん下がっていく。もうすでに1071位。おっと、このルーマ結構バーストが多いんで、チャンスですね。そして、みんなは。いやー、ちょ、不公平ですね。ずるいっすね、ブラックジャック。まあこれは普通に引きたいと思いますけど、13を叩き出して、ここから8、うざいっすね。この時間が一番最悪なんですよ。いいですね、 VIP の人。おっと、あ、やっぱり金に余裕がある人はやっぱ勝負するんですね。おっと18、まあ引くでしょ。ここが15からの25。おお、違った。ミッションどんな感じだ。
140万ポイントってやつがあるな。そっか、ブラックジャックをひたすらやればいいんだね。おし、来たぞ。これは高確率で20だ。まあ無理っしょ。はい、20確定、ありがとうございました。本当にありがとうございます。くそ、なんで18なんだ。もうディーラーを信じるしか、まあ、これ今指で隠してます。無条件で喜ぶ。これは来たっしょ。ドローか。ドロー、微妙やな。ドローか。これでポイントで稼ぐ。ああ、ひたすらブラックジャックやるか。そしたらさあ、いい数字出たよ。13。おし、来た。はい、ブラックジャック。いいね、やっぱ気持ちいい。相手次第だけど、相手はまだブラックジャックの可能性まだ十分あるんで。いやー、いいですね。となってくるともらえるチップは 1.5倍、 2.5 倍だから12万5000か。さあ、12万5000をもらっていく。おっと、おっと。はい、12万5000、ありがとうございます。そしてディーラーがなんか急に強くなりましたね。いや、やっぱブラックジャックって気持ちいいっすね。とりあえず1枚でもレア景品チケットもらえれば嬉しいんで。さあ、でも次6っていう変な数を叩き出して、そして第一番嫌いな数字来ましたね。これはどうかけていこうかな。前の人のこんなところでカードカウンティングなんかできるわけねえし、ここは勝負しましょうか。このゲームでカードカウンティングなんかしても意味ねえからな。16じゃん。おお、ちょ、怖いわ。ちょっと待って。いや、怖いわ。全員21やん、俺以外。はい、爆死。でもこれでいいんだよ。いつか連勝できるんだ。イベントはないんだよね。ないんだね。さあ、まあまあまあ。8、9。おっと、相手は19。うわー、マジか。これはもうダメっすね。あ、これはもう点々だ、点々。もう言うことがないって感じですね。強いなー、すごいなー、やっぱ。あー、降りるっていう手もあるか。これはもう相手を願うしかない。ディーラー頼むからブラックジャックはやめてくれ。おっ、おっ、よっしゃ。ありがとう、ディーラー。でも怖いっすね。これで7連続バーストなしっすね。ディーラーが覚醒したぞ。そしてまた9を叩き出すところだが、19、よし、いいぞ。最悪引き分け。最悪引き分けだと思ってるんで。おっと、なぜ勝負した。10だったらこれ引いて20にな、一番近づくパターンだが。まあ、みんなの戦略っていうのはあるんで。ああ、引かない方がいいだ。もしかして4だろう。ああ、ここはドローか。ちょっとここやばいんで、ルーム変えます。ルームを変えてく。あ、いいルームですね。空いてていいや。
空いててよくねえよ。ちょっと待って、一人なんかもうめっちゃ反応する名前の人いるんですけどね。もうこれ誰かわかりますよね。何見てついてるぐらいなんだろう。お、いい数字、いいな、しよしよえ。わざと言う人。よし、20。いや、これ言葉でワンペアでしょ。いやー、運がいいね。それちょっとこの人の情報、あ、何もなかった。難民ですとかないんだ。それとも普通に飲み物の方なのか。まあ今ここに行くあれなんですけどね、クッションがあるんだけどね、ここにこの名前の129が来たらおしまい。8来てもよし、バースト、よくバーストしてくれた。って音いいね。自分がしたらちょっとあれだけど、このルーム多分いいと思いますよ。見た感じバーストしてくれると思います。さーて、ここで俺以外ひどいな。いやいや、みんなちょっとこれはひいきなのか。ひどいですね。20がほとんどなのになんで俺だけ4なんだ。4、7、7、17、なんて微妙な数字、なんとも言えねえ数字っすね。仮に引いとったらどうなの。おっと、ここはいい判断だ。あ、これ15になった、13になってバースト。あ、15にもなってバーストか。 OK、 はい、40万、いけるとこまで全掛けしていきたいと思います。今がチャンスなんでね。1404位か。まあまあ上位一応 10% にあります今。さーてと、嫌いな数字が来るか。ここですいません、嫌いな数字です。これ引く気にもなれないよ。多分これ20、いいな。5引けたのはでかいよ。俺チキリン、あ、誰なんで、チキンなんで。引い取ったら、あ、バーストでしたね。よかった。いい判断だ。いや、もう引けないっしょ。ちょっと、OK。で、5持ってるんで、これ15。25。よし。3連勝。いいルームなんで、これ全掛けどんどんしていきます。ということでね、さあ順位もじゃんじゃん上がってきますね。レア景品チケットまであと122万なんで、これでどうやらこの時間中にもらえそうですね。さーてと、ここでおっと中途半端な数字を出していく。ここで13を叩き出す。うわー、いいな。ジョブラックジャック、ここはどうする、どうするべきなんだ。いいな、この6ちょうだい。いや、ここは降ります。降りて別のルーム行きます。でもう一回入ります。これ多分破産するんで今の。なんかちょっとやばいルーム来たよこれ。でもブラックジャック21と来てるから、多分次バーストですね。さすがにいい数字はもう来ないんで。おっと、これはおし、来たー、いっさ。いや、いいね、やっぱブラックジャック。40万だから 2.5 倍、 2.5 倍っていくつだ。80万100、100万チップか。ここはみんな、それでバーストでお願いします。
よかったね、バーストしてくれて。いや、100万はでかい。さあ、この順位の変動を見てください。はい、一気に100以上上がる。もちろん、まだまだ書きますよ。まあ、場合によっては降りるかもしれませんけど。さーてと、嫌いな数字、来るか？あー、8なら引きますね。普通に、できれば3からの、来てほしいけど。変な数字来んなよ、マジで。いや、ちょっと待って。いや、ちょっと待って。3からのって言ったよね。3からの10以上の数って言ったから。最高じゃん、今のパターン。いや、ついてる。さあ、多分この人21ですね。ほら。よし、これで勝ち確ですね。相手が9を出し、違う、9。あ、オッケー。2連勝。もったいないね。あんまかけなければ。はい、変動は一気に970。オッケー。70万。しかもレア景品チケットが手に入る。アップグレードルビー。あ、欲しいルビー。だけど1000万が必要なのか。さあ、ここでキングを叩き出して20を出してほしいところ。オッケー。いやー、ありがたい。このルーム最高だ。え、ちょっと待って。くそー、この野郎。やられたか。あー、スペシャルフィーバータイムが終わっちゃったよ。なんやこの荒れてるの。ブラックジャック21、バスト21ってなんやねん。もうでも、まだ流れはこっちにあるんで、もうないわ流れ。これもう流れないわこれ。はい、もうこれ引きます。はい、残念でした。ってことで、このルームはダメだと判断しましたんで、これで抜けて、でもまた入ります。もう一回ブラックジャック入って、さあ、このルーム見た感じちょっと荒れてるような気がするけど、まあさすがにこれだけ来れば次はバーストってことね。見て、多分今はみんなガチ切れの状態でやってますね。さあ、どう来る？ J、A6、7、15、14。これって77と来たら7だよね。やっぱりスロット的に7来てほしいけど、これは引くべきなのか引かないべきなのか。相手は5ってことはバーストする確率が結構高いんですよ。なのでこれはあえて、あ、早くしてくださいね。ここはあえて勝負いきます。まあ、相手5持ってるんで、これで15からのバーストの確率が結構高いんで。おう、やっぱり。やっぱいいですね。あと何分？あと16分か。この動画が撮れてることを信じと。さあ、ここで。6、エース、J、10。はい、この。場合によっては。これはひどい。これはひどい。降りるべきなのか。じゃあどうする。もうみんなも怖いよね。ピザ。お、勇気があるね。じゃあ俺も。18か。頼みます。ほんとブラックジャックやめろよ。お、
変わんねおい、はい、おっつってパターンですね。まあ繊維切ってるんで、まあまあですね。164、さあクイーン来る、他の20個よ。うおっしゃ来たブラックジャック、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございます。14、16、まだいけるぞ。5引けるぞ。5、ああいやー最高、この気分は最高。さあ20を叩き出してもう勝てる。やっぱブラックジャックって最高だね。ドゥン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 。おっと20、あ19、 OK。 さあ最悪でも引き分けぐらいには持ち込んだよこれ。16からの、おーい、いやこれはひどすぎっていうか、ひどい明らかに仕組んであるって感じ。じゃあ次のちょっと結果次第で別のルーム移ります。さあ、4、2、10、10、10、はい、来た14、微妙さあ、15だけどどうすんだい、バースト。17は引くのかい、引かないよな。じゃあ俺は引くぞ。はい、ってなわけでこのルームはとりあえず抜けて、抜けてからのもう一回入る。まあブラックジャック詰めでいきたいと思います。あ、やばいやばい、間に合わない、間に合う、間に合え、よし。ミッションはどうだ、そっか、まだこんだけしかやってないのか。さあいきなりキングを叩き出す。あっと、見たくない数字が来た。見たくない数字が来たけど、これはバーストっていうのを願って勝負する。でも厳しいんだよね意外に。引いたら、ちなみに引いたら18だったのか。さあここは21の可能性が高いぞ。はい、おつ、おお、さすが強いな。少しでも数、リスクを高く、リスクがあっても数。さあ9かな、4ぐらい、うーん、厳しいね。こちょこちょ、あー微妙かなー。あいうわ、あー、これってどうするべきなの。 2引き出すのは、まあ、まず不可能なんで、これは普通に勝負しましょう。これ2たたき出したら無理なんで、逆に来たらおかしいんで。さあどう来る、ここは勝負来たか。さあどう来る、うん、やっぱり予想通り不可能でしたね。さあ頼むよディーラー。おっと、おっと、よし、よし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 、
いいな2連勝。やっぱ何連勝かしたいよね。まだ今日の連勝最高記録3連勝だからね。おエース来たよ。期待させんなよ。全く最悪な数字来たな。しかも19、これは誘惑か誘いか。これで引かせてバーストさせる気だな。そういうあれでしょ、仕組みでしょ。くそー2出たか。これ引いとけば21だったってことでしょ多分。てかこの人はよう引けるな、こんなに。15。ああどっちにしても負けとった。ディーラーが強すぎます。チート使ってます。ディーラーが本当ダメですね。ディーラーは全く。あっとちょっと待って、996位まで下がったし。おっともう一回エースが来る。おいいなぁ、いいな。おお20。まあ20だから許すけどさ、ここはブラックジャックが良かったな。あとりあえずこれは勝ち確なんで、ほぼほぼ6からの15からの、まあ6は来なければ勝ちっす。よし、てかみんな強いな。20以上さあここでどんだけ連勝を伸ばせるか。さあ次までにちょっとチップをね、ちょっとねストックさせたいところだが、さあここで8か。12リスクがあるな。9来るか。9 15 15、多分引くで。これ引くよね。あ引かない。さあどうだ。14引くよ。くそ、あえてこのルームに残るよ。でもこれ多分20になるんで、どっちにしても意味ないんで。さあ15でもこの人は引くな。ここでバースト。あこれは、あやっぱりどっちにしても負けとったな。おおドローか。まだまだいくよ。ただいまどんどん順位が下がっております。下落タイム。さあここで微妙な数字来ましたね。うわー一番嫌いな数字来た。嫌いな数字が来る。だが引く。17 引く気なくした。引く気をなくす人。よかった引かなきゃ、引かなくてよかったマジで。さあ次で判断する。ディーラーがおかしいかどうか。おっとドロー。予想もしなかった。多分負けたと思ったんだけど。そうかドローか。まあ負けと変わんないんだけど。スーパー下落タイム。じゃん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 。ここはどんどん連勝伸ばしたいところだが、2という変な数字が来る。そして相手もエース。そしてなぜか俺にエースが来る。謎の展開だけど、これは相手、これ怖いな。あ、これはいい判断だと思う。本当に。引くよ、俺。よし、20か。ちょっと信じてね。ここでブラックジャックに ならなかったらいいんだけど、なったら速攻でバタルルとバーンだからね。
さあどうすんだ。ほう、すごいなこの人。な、どうだ。ひでえ、ブラックジャックだよね。せっかくあれだね、21出した場合にかわいそうだわと思ってるうちに残り5分か。どうやら上位だったら3000円くらいまでに入れそうだよね。大抵3000円以内に入ればなんかもらえるから。ここでジャックを叩き出すが、よし20、久々ですね。これはほぼ9割近く勝ち確ですね。9割で、でも9割ですね。意外に高そうで高くないんだね。ここは勝負して、さあ、まあこの人なら引くだろうね、きっと。だけど多分これ17で終わるパターンだと思うから、ちょっと待って、777とかないよね。ちょっと待ってよ、どんだけ片さくないの遠回しにこうやって入れてく。さあ何のミッション達成した、これ。おお、100万ポイントゲットか。今ミッション何があった、ルーレットがあって、ナイス21、またかよ。またエース来たよ。はい、ってことでこのルームからさよなら。このルームは危険だと今判断したから、ここでまた、ここで交換して、結構いいルーム入ったんじゃないの。さあもちろん全員電撃か。JA982、 おっと、ここで20を叩き出す。いいよいいよ。この110万かけてる人どんだけ運がいいの。さーてと、残り3分、カップ麺ができるおお、勝負に出たけど、さあどう来る。うお、舐めとんなこれ。ブチゲーとるよ多分、心の中でブチゲーってんのは俺は見えてる。こらブチギレるでしょ絶対。さーてと、ここでまた10という大きい数を叩き出して、19というまあまあいい数字を叩き出すが、ディーラーがどう動くかだよね問題。早くね、できれば早くね、みんな早く。この人も勝負出して、この人ももう勝負して、もういいから、はい勝負して、時間ないんですよ。おお、20引いたか。強っ。ここで消える、またもやここで消える。消えてからルーレット入ります。まあ一攫千金を狙うんでですね。まあこれはもう黒ですね普通に。こんだけ赤が連続してきて黒が出たってことは、もう次は高確率で黒ですね。まあ本当の確率で言うと 49. 何%ぐらいなんですけど、なんで 49. 何って言ってたか、ヤシの木があるから、ね、おっと、ここで外す。さあっと、こう来ると厳しいぞ。さあここはもう、こここれがラストかな、時間的に。
ちょっとリスクあるけど確率3分の1当ててからのまた3分の1やりましょうか。まあ多分これ当たるんで、ここは問題なく当たるんですけど当たるわけないか時間が終了。これがラスト掛けってことか。つまりここはあえて6分の1にして確率。おお、これいいとこ行ったんじゃないの。あー、惜しい。じゃんねん。何やってんだこの人。はい。てなわけでこれで午前の部は、あ、午前、まあそうですね、デイリー報酬はこれ土日と開催されるのか。今のいる位置はここか。1001位か2000、今だいたい言うと俺の順位は1500位なんで、結構いい品がもらえますね。消費チップは、もうこれ、もう行きましたね。総合ポイント何がもらえるんだ。うわ、すごいな。だから、とりあえずこれで達成して、まあ、多分午後、次後半の部で多分、うまくいけば、4500万いきたいんだよね、ぐらいかな。まあ、総合上位でこれ、見た感じ見ると、これやんなくても3000円、1位か4000円ぐらいまではいけそうですね。となってくるといいですね、やっぱり。まあ、そんな感じで、とりあえず、まあ、午前、まあ、午、なんだっけ、前半の部か。前半の部は、これで終わりなんで、続きは後半の部でお願いします。はい。てなわけで、とりあえず、前半の部、お疲れ様でした。じゃあまた、後半の部で会いましょう。バイバイ。